必見、グレイルから板バッグが発売されたぞー。いろんなところからね、板場が出てると思うんですけど、なんとあのグレイルからも板場が出たってことで、早速ゲットしました。じゃーん、もし持ってなかったから今回黒色にしました。推し活リボン板バッグ3999円。こちらカラバリ6色ありまして、写真を見るとリボンついてたんですけど、リボンがついてなくって自分で100均で買ってきたリボンを取り付けました。現在ね、ちょっと問い合わせさせていただいてるとこなんですけど、まあ、自分でね、好きなリボンを取り付けました。まあ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 、わかるわかるわかる、みんな言いたいことはわかる。ビゴーの板場と似てねって話な。中の感じもね、ビゴーの板場と似てて、マグネット付きのポケットがまずこちら側についてまして、中央の仕切り部分はクッション性があるポケットとなっております。そしてここチャック付き、中央の仕切りは取り外しも可能です。ちょっと一回取り外してみます。中央に入ってた仕切りはこちらです。ここにねポケットも付いてる。これ取り外しできるっていうのはありがたいよな。そしてこちら側にはチャック付きのポッケが一つ付いてます。ちょっと難しいな、見えてるんかな。ちょっとこっち向けるわ。こんな感じです。このサイドにはペットボトルが入れられるような保冷のドリンクポケットや、反対側はメッシュのポケットが付いてます。ちょっとごめんなさい、分かりにくいかもしれへん。中身見てもらってもすごいウィゴーっぽいよな。お宅の使いやすさを考えた結果、中身は似たような感じになるんかもしらんな。そしてやっぱ肝心なのはこの缶バッジを刺す部分。まずここはですね、はい、こちらメッシュのシートが付いてます。裏はこんな感じ。はい、缶バッジ用意しました。まずこのメッシュシート何センチあるのかちょっと測ってみます。横幅が 27.3 ぐらいですね。で、縦幅が 20.5 ぐらいかな。これ57ミリ缶バッジ、これが何個敷き詰められるか見てみましょう。これ重ね方にもよると思うんやけど、まあ一回ねそんなに重ねずちょっと組んでみようと思います。がっつり重ねないっていうんやったら横は5、縦が4になりました。 5×4、 缶バッジ20個使うとこんな感じです。これ横は6にした方がもっとギュッとして綺麗かもしれないので、 6×4 の24で組んでみます。やっぱ24個で組む方がギュッとしててより板場らしいんかなとは思います。どうやろう、これ30で組もうと思ったら組めるんかな。ちょっと一回30チャレンジしてみます。30で組もうと思ったら組めるかもやけど、このね絵柄の缶バッジやとお顔の部分にもう一つの缶バッジがかかっちゃって口が隠れちゃうんよね。口が隠れてしまうのがね嫌なんで、それやったら頭にかかるようにして組んだ方がいいかもしれん。頑張れば30でも組めそうです。30個で並べてみました。こんな感じ、なんとかねこのメッシュシート内には収まった。30でも。57ミリ缶バッジ以外のグッズのサイズ感見てみるとこんな感じ。これは紙類のグッズのサイズによりけりだと思うんですが、パシャッツパシャこれあたりのサイズ感だと20枚がいい感じなのかなって思いました。ちょっとごめんなさい、スリーブに入れた状態なんですけど、75ミリ缶バッジで見てみると横が5、縦が3列が綺麗に絵柄が見えるのかなと思いました。横幅5ももしかしたら詰めすぎかもしれないから絵柄によりけりではあると思うんですけど、75ミリ缶バッジは15個もしくは 3×4 の12個で組めるかなと思います。下1列できました。これで入るか見てみよう。うん、あ、いけそうやな。これ30個、こんな感じです。横の余白もねそんなないかなって感じです。厚みのある缶バッジとかやと30個入れると結構こうみちみちになってしまうかも。一応ね縦5列にしたのでなんとか閉じます。ってわけで取り付けてきた。あのアンバランスなところもあるんですけど見逃してください。果たしてこの缶バッジ30個入るのか。頑張ってくれ、入ってくれ。はい、閉まりました。57ミリ缶バッジだったら24個は入るし、30個でも頑張って詰めれば入りました。じゃあ他のブランドの板場と比較してみましょうか。はい、こちらビゴーの板場でございます。これはねお友達のキョカリンの板場を借りております。まあパッ
と見だいぶ似てるよな。同じ色やから余計に思うかもしれへんねんけど、ビゴーの方はですね、このサイド全てにリボンのデザインが施されてて、こっちのグレイルの方はこの一部分だけとなっております。ここのリボンも取り外しが可能なので、バッグのボディはね、お洋服に合わせやすい色とかにして、リボンで推しのカラー取り入れるとかができるんじゃないかなと思います。ビゴーの方も自分でリボン変えたりしてる方もいるっていうのは聞いたんやけど、ちょっと難しいよな、怖いよな、自分でリボン取って変えるの。なんで自分だけのオリジナリティを出した板場みたいなのは、こっちのグレイルの方がより作りやすいんかなとは思った。この2つ他どういう違いがあるかっていうと、この肩にかけた時の紐の長さ、グレイルの方がね若干長いんよな。どうでしょうか、この肩紐の長さ違いわかるかな。あれ伝わってるかな。色変えたバージョンのビゴーの S サイズの板場と比べてみよう。どう、こっちのが分かりやすいかも。こんだけね長さが違うよね。こんな感じです。私的にはね、この肩紐の部分が長いとモコモコした服着ててもなんかパツパツせえへんからね、ショルダー部分が長い、これありがたいですね。あ、そしてですね、こちらはビゴーの S サイズに 65mm 缶バッジ24個入れてるんやけど、ほんとねこのシートのサイズもほぼ一緒やったから、こっちのねグレイルの板場も 65mm 缶バッジってなると24個がベストかなと思います。この生地とかもね比較してみると、ウィゴーの方がしっかりはしてるかも。で、重さもね、ビゴーの板場の方があります。まあ、ちょっと生地しっかりしてる分、重さがあるんかもしらへんねんけど、どっち選ぶかなーって感じではあるかもしれん。おたかつするときは荷物が多くなるから、極力荷物は軽くしたいって方はね、グレイルね、30個缶バッジ入れてんのに結構軽いんよ。こっちのビゴーの方はね、24個入れてて、ずっしり感はあるから、まあ、その辺、お好みの方をお選びくださいって感じですね。で、街の部分なんですけど、ビゴーの方がねマチ 12cm って書いてあって、グレイルがねマチの部分が 10cm って書いてました。だからサイズ感的にはね、やっぱビゴーの方が 2cm 分若干たくさん入るかもってな感じですね。まあもうちょっと他のサイズ感の板場とも比較してみましょう。ビゴーの L サイズの板場でございます。かわいい。57mm 缶バッジを48個入れてる感じですね。これは比較するとこんだけサイズ感に違いがあります。やっぱ私荷物が多いからね、ライブとかに行くってなるとバッグの容量が足りひんくなっちゃうからね、もう絶対 L サイズぐらいの大きさは必要なんやけど、まあ普段オタ活する時やったらペンライトとか持ったりせえへんからさ、こっちのサイズ感で十分なんですよ。缶バッジがね倍になる分、 L サイズのバッグはもうバカ重いよ。やっぱ普段使いするってなるとこの S サイズがいいかもしれん。ただやっぱり L サイズを持ってる時の満足感は素晴らしいものですよね。推しの顔面をこんなに眺められるっていうなんか喜びはあるんで、そこはね好みでサイズ選んでください。そしてもう一つ、板場といえばビゴーか雑貨マートに分かれると思うんですけど、これもお友達のキョカリンに借りた雑貨マートの板場あります。こちらです。うわー、あっ、57mm 缶バッジ63個入れた状態です。63個でもなんかもう十分やねんけど、もうちょっと詰めたらあと1列入るらしくって、そうすると雑貨マートさんの板場はマックス70個入るらしいです。いや恐ろしいよな、70個の缶バッジ肩にかけるってもうどういうことって感じなんやけど、こちらもとてつもなくずっしりですね。グレイルとビゴーの板場は中がかなり似てたんですけど、雑貨マートのこっちはね、めちゃくちゃシンプルです、中。まあ、こっち側はですね、キャリーバッグに取り付けれますよってやつですね。そんな板場となっております。はい、ってわけで今回はグレイルの板場を買ってみましたーって話やったんやけど、どうでしたか？私的にこのグレイルの板場は、リボンの色が変えやすいっていうところと、肩紐の部分がちょっと長いっていうのがね、嬉しいポイントでした。あとね、私特に荷物が多いから、若干生地は、ウィゴーのよりは薄くなるけど、それでも軽いから肩に負担がかからんでいいなとも思いました。このサイズ感のバッグって十分入るからね、ちょっとコラボカフェ行くとかアニメイト行くとかそういうのやったらもうね荷物そこまで多くなくていいと思うから十分なサイズ感でございました。グレイルの板場紹介でした。めっちゃ可愛い。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。